CBC ラジオ、株式会社、CBC ラジオ、CBC ラジオ、CBC ラジオ c o LTD は、中京広域圏を放送対象地域とする、中波放送、AM 放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。JRN フルネット局、1951年9月1日午前6時30分、 日本初の民間放送局として中部日本放送、CBC でラジオ放送、本放送を開始。1956年にテレビ放送が開始され、ラジオテレビ県営局となった後は、ラジオ局部門の通称として、CBC ラジオの名が使われている。2011年9月1日に、株式会社テクノビジョン、CBC の子会社、遠隔も参照を、 株式会社 CBC ラジオへ社名変更し CBC からラジオ局運営の受託を開始2013年4月1日付で CBC からラジオ放送局免許を承継 CBC 本体から独立、分社化し同時に日本民間放送連盟民放連へ加入した本社は愛知県名古屋市中区審査会の CBC 本社内に 置いており、CBC の略称は、本社、当社、テレビで共用している。放送局としての遠隔は中部日本放送、遠隔を参照。ここでは、現行運営会社の株式会社、CBC ラジオの遠隔を記載する。基本的には、CBC テレビのキャッチフレーズと同じだったが、2008年秋、改編、2008年9月29日以降は、 テレビとは違ったキャッチフレーズを使用している。以前のものは CBC テレビの歴代キャッチフレーズ参照。放送時間5時を1日の起点とする24時間放送。ただし、日曜深夜、月曜未明25時2分、1時2分、後日の誠と匠はディナーの後で毎月第2日曜深夜と誠とデイスのこれからどうする 月第四日曜深夜が放送される日のみ二十六時二分、二時二分、から四時五十五分は放送休止。AM ステレオ放送実施局は、親局十三キロヘルツのみで、それ以外の中継局はすべてモノラル放送である。北朝鮮の地下放送、嗅国の声が、九百七十八年十二月二十日、それまでの千百三十五キロヘルツを千五十三キロヘルツに、 変更、1 5 0 0ットの大出力、CBC ラジオは5 0ットで放送され、夜間は電離層の影響をも加わり渾身が発生し、特にエリア外リスナーからエリア外で CBC ラジオを聞くことは不可能だ。周波数を変えてほしいなどとの不満の声が上がっていたこともあった。放送エリア内の対策として、1998年7月に、 岐阜中継局を岐阜県橋間郡川島町北山町、現在の各務原市、川島北山町に設置し、639、KHZ500W で放送を開始したが、休国の声は2003年8月1日で中止された、施設は、朝鮮中央放送が流用し使用している。あとに、岐阜中継局は、2015年10月1日に三国山、 FM 補完中継局の解説で、岐阜市周辺のほぼ全域で FM 派で受信が可能になったとして、2018年10月31日23時59分50秒をもって低派、閉局した。年に数回実施されている、聴取率調査、レーティングにおいて、2002年4月から、中京地区聴取率調査で、総合1位を連続して獲得している。 2005年当期は、ライバルの東海ラジオ NHK ラジオ第一との、同率に甘んじたが、その後は、東海三県、愛知、岐阜、三重全ラジオ局の中で常に、全放送時間帯単独首位を独走し続けている。なお連続総合首位となると、ラジオの番組で発表され、ラジオ CM まで放送される。レーティング期間になると、CBC ラジノミクス、2013年6月期。 以前は別名称と題し、各番組から様々な豪華プレゼント等が用意される。2009年6月期以降の聴取率調査で、全時間帯において、東海3県内単独首位を獲得している。CBC 放送センター完成前までは、1050kHz、KC 時代と 1053kHz になってからでは、若干異なる。 CBC 放送センター完成後及びギフ、中継曲開局を機に、映画、トゥルーロマンスからの一曲、幽霊、ソークールに BGM を変更し、その後2013年3月までは、映画、ホレストガンプ、一期一会のテーマを使用していた。2013年4月の変更を経て、2018年3月現在は、CBC テレビと同様、バイオリニスト、 高橋聖演奏による BGM を使用している。また、オープニングでは、緊急警報放送の試験放送も内包している。かつてのオープニングクロージングでは、周波数紹介の時に、親局は、本社、中継局は一つずつ、CBC ラジオ、免許継承前は、中部日本放送、地名放送局と表現していた。ちなみに、エリアが同じ東海ラジオ放送も、 同様に、中継局は、東海ラジオ放送を放送局と案内する。しかし、こちらは、同じ周波数のつぼ根はまとめて紹介している。この関係で、周波数の低い順に紹介いる。また、親局は、名古屋からと表現している。また、中継局は、開局順に紹介しているので、最初が、豊橋、最後が新城になる。 2015年10月より FM 補完放送の開始に伴い、アナウンスメントが一部改められた。親局は単に CBC ラジオと表現し、本社とは言わなくなった。続いて三国山 FM 補完局の周波数、その後に豊橋から新城まで順に中継局を紹介する形となった。地方 CM は長らくスジャータ提供。 本社は、名古屋市にあるだったが、2013年1月1日、12月31日、深夜4時放送分をもって終了した。その後、同日5時放送分から2016年3月31日放送分まで、同社と同じ名古屋市と縁が深いユニーグループ、ユニー、サークル系サンクス提供の時報が放送されていた。その他に、ユニー時報 CM を流していたつぼねは、 HBC ラジオ、東北放送、文化放送、MBS ラジオ、RKB ラジオの5局である。これらの壺根は2014年3月まででユニーが地方スポンサーを撤退したため、2014年4月から2016年3月までのユニー地方 CM は地元局にあたる CBC のみのローカル放送であった。2016年4月1日からは各時刻ごとに、 スポンサーがつく形になっている。一部の時間帯はスポンサーがなく、ジングルと FM93.7MHz AM1053 KHZ CBC ラジオが時をお知らせしますのアナウンスが流れる。ただし、火曜日く金曜の23時0時の時報は、22時から放送している長岡スクランブルパーソナリティの長岡歩みによるアナウンス。 長岡スクランブルが11時、0時をお知らせしますが流れる。ラジコで聞いた場合、時報音は放送されず、地上波では、時報音が放送されている部分は、無音となっている。なお各番組のブログは公式サイト hicbc.com 内にあったが、2018年4月から温度メディア、である、ラジチューブ、ラジチューブパワードバイ CBC ラジオに移行している。 兄弟会社の CBC テレビから番組単位で出向してきており、自社では雇用していない。同じくラテケニエからラジオ部門を分割して設立した TBS ラジオ、JRN 系列。兄弟会社、TBS テレビからの出向、STB ラジオ、NRN 系列。親会社、札幌テレビ放送からの出向、朝日放送ラジオ、JRNNRN 系列。 兄弟会社、朝日放送テレビからの出向と同様の体制で、事実上のラテ県営局共通の特徴でもある。略称、レポドラとしても親しまれている、口述するレインボーカーに乗って、名前の通りドライバーも兼務番組内で生中継レポートをする女性レポーターである。いわゆるラジオカーで、常述のレポートドライバーの足として、東海3県を走り回る。 名称は公募で命名されたものであるが、坂のタイトルが東海の虹であったこと、ラジオのサテライトスタジオがレインボースタジオという名称になるなどしていたことも、この名がついた背景にあると言える。ナンバーは周波数にちなみ1053に統一されている。2010年まで共催していた名古屋シティマラソンの際には、広報車両として使用されていた。 ベース車は地元に本社を置く、トヨタ自動車制が多い、など。1951年9月1日の中部日本放送ラジオ番組は以下のような内容で行われていた。放送劇には中部日本放送放送劇団、劇団、CBC が出演。当時の同劇団には、大村一平、龍雄、今泉博井川の子、中村かな子、 クリア年寄ラ第一期生が在籍した。当日の番組については、こちらの記事に詳細が掲載されているので、参照されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。